お疲れ様です。って言いたい。ああ、これ終わった。こんばんは。10期生のショールーム配信の審査も終わったみたいで。あ、そうなんだ。もう6時までだったみたいよ。終わったんだ。お疲れ様でした。お疲れ様です。ね、皆さんの推しが受かればいいですけれども、ね、これはお疲れ様です。これはお披露目を見ていくのがお楽しみですね。え、これさ、文字の大きさ大きくしたい。え、なんかどっからできるの。ゆまちゃんが知ってるんだけどね。あれじゃね、ここじゃね、設定帳、配信探し帳。分からん、分かんないね。前髪を押すのさ、お腹すいた、お腹すいた。3日間ありがとうございました。3日間最強です。まあでも私は明日の、そっか、明日の休館日を挟んでまた M コインが出ます。違う、1位2位3位がもう最終セレクション。あ、ほんまや、もう決まってんのか。だからもう、すごい、決まってんだ。皆さん頑張ってください。セレクションいいね。もう一回行きたい。私もさ、普通にさ、候補生として参加したい、セレクションに。え、リオもさ、セレクション出たい。だってさ、なあ、あの、もう一回基礎をちゃんとやりたい。分かる分かる。行ったらかんかな。ダメなのかな。普通にさ、バレないと思うね。普通に番号とかつけてさ、名前全然違う名前したらさ何て名前にする。普通になんか東東東東かのほとか東東かのほとかにしてさ東田かのほとかにして東島、東島リンコ。え、そしたらさ、だってさ、その候補生の子たち、私の子たちの子生で見たことないわけやん。うん、もし知ってたとしても、あれ、めっちゃ似てる。あ、でも違う人か。でも東だし、東だから。あの人西だし。ああ、いける、じゃあちゃうのか。候補生かってなって。で、アキラ先生にも全然ちゃうように接してもらって、うん、いや、いけるそうやねんじゃない。いけそうじゃない。でもダメだよ、この前髪が。前髪でバレる。で、前髪めっちゃ薄くしていく。前髪めっちゃ薄くしていく。でも上げてこうかな、じゃあ前髪。いいな、楽しそうやな、行きたいよな。今日の声、メイク楽しかったって言ってました。声前に配信なくて今日しないのかと思ってた。今日はね、あの、声前ちょっと時間なかった。え、9期受けとこ通過したよ、だって。そうなんですね、誰やろ。詳しいね。え、9期受けとこってセレクションにいた子ってこと？わかんない。私マジでさ、セレクション期間さ、全然さ、周りの子見てなかったからさ。なんでリオピーおった。ねえ、ひっと。リオピーおった。見てたよ、ホノピーのこと怖い人だと思って見てたから。それってさ、みんなに言われんねんけど。みんなに言われるもん。リオピーは76番でした。でもショールームしてなかった。あ、そっか、全然知らん、うん、え、初めて知った今。76番だ。そう、知らんかった。リオピーマジオディションおったいましたけど全然覚えてない。え、隣でさ、プランクしてたじゃん。マジ覚えてないって、そんな隣でとか。毎回壊しちゃうやん、だって。隣でプランクしてる時あった。覚えてない。なんで覚えてないの。髪の毛その長さ、今の長かった。ポニーテールしてた、ずっと。そんな人おらんし。いたって。で、ダンスが壊滅的に下手だった人だよ。今日の公演の熱量すごかった。モティの気合入り半端なのつんで、ありがとうございます。楽しかったね、今日も。それでセレクション、ね、セレクションの時もセレクション落とされたら卒業になりません。けてたら参加、セレクションに参加だけさせてください。え、セレクションマジできたよな。うん、行きたい。え、ダメなのかな。バレるやろバレるとかじゃなくて、普通に後ろでさ参加して、ね、普通になんか、うん、あの、全然あの鏡ないとこでいい。鏡ないとこでさあの、あっち側の奥の方、奥の方でいいから、掃除の部屋の前でもいいから受けたいだって一緒やんな感じ、このワーターン。そう、なんだっけ、チャ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 。絶対伝わんないから皆さんに。あの、なんかジブリの曲の、ジブリの曲で一生、マジあれ10分ぐらいやるよな。やる。ジブリの曲流されて10分ぐらい全く、あれなんて言うんだっけ、ピレット、一生同じ動きを繰り返すっていう。そう、で、その動きがターンやから、だんだんみんな目が回ってくる。そう、で、リオ一回大動きしたの覚えてる？覚えてない。一回ズデンって転んで、こける子めっちゃ多かったよな。しかも、あの、それがなんかまだ全然みんなと仲良くない時だから。リオピ一人でおった？あ、違うわ、あの子やな、うん、STU の子といた。
あの今本当に仲いいから今だったら「え何転んでんじゃん」とかなるじゃん、うん、今はもう本当に昔仲良くなかったから「え大丈夫?」そんな感じだった。あの時ちょっと転んでたけど大丈夫?」みたいな。マジそれの心配すらもしてないからね。恥ずかしかった。えおもろ、懐かしいな。あマジ懐かしいな。何のために、え普通になんか基礎からやり直したいっていうか、もう一回基礎ちゃんと固めたい、ちゃんと学びたいよな、うん、でもさすごいよな普通に。だってさ合格してない状態の時にさあんなにさ、ね、レッスン受けさせてもらってさ、うん、ただで普通にすごいよな。すごい、すごい。しかも秋田先生の普通にしかもみっちりさ、ちゃんとこれから5時間もし NMB に入らへんかったとしてもさ、他でアイドルになった時とか絶対使えるやん、うん、だからいいよなって思う。ほのぴーなんかさ、これはどういう意味だみたいな聞かれてさ答えてたよね。それでそう、なんか英語のあれピルエット、ピルエットはどういう意味だみたいな。それで通過するね。ほのぴーがいやパステかね、パステかな、パステな気がする、なんかよくわかんないけど、ね、その日本語はどういう意味みたいに聞かれて、ほのぴー答えてて、あこの子めっちゃ頭いいんだと思ったら、それみんなに言われる。私はそのレッスンの日にその私8期生も受けてたから、8期生のオーディションの時のセレクションの時にメモしてたノートを見て、うん、あこの英語の意味は通過するやってちょうどその日に見ていったわけノート。そしたらちょっとびしゃり聞かれて、私が聞かれてこうやって答えた。であめっちゃ頭いい子なんだと思ったら、そんなみんなざわついたから、あの時ざわついた。私が息をようと英語を答えたから、フランス語かロシア語かなんか知らんけど。でもちゃんとさ昔のノート見てんの偉いよね。ちゃんと見ていったもん。まあそれは私が偉かっただけやから。すげえ偉かった。偉いわマジで。おもろかったな、あの時来たーってなったもん普通に。心の中でよっしゃーこれ見たやつ、これ真剣ゼミでやったやつだってなったもん。ほんまにこれ真剣ゼミでやったやつだ。ほんまにあの気持ち、マジ真剣ゼミの気持ちマジで分かった。あれほんま懐かしい。あれめちゃくちゃ映ってないっけ。映ってないか。映ってない。あれほんま真剣ゼミやったマジで。あほんまおもろかった。あれは面白いな、懐かしいな。今考えるとマジで面白い。やばい。楽しかった。99受けた時10番の子だって。分かんない。でも番号で言われても分かんないよね。そうそう。顔見たら分かるんだろうけど。もしかしたら何？リオピ後輩と話せる？話せない。え部活してたっけ？うん。とかうん。その時話せた？話せた？話してたけど分かんない。自分からグイグイ行かへんってこと？うん。そんないかん。確かに。怖がられそう。あ怖がれるか、優しいイオスさん優しいよねみたいな、なんかちょっと遠巻きに。ホノピは怖がられる。うん、やろうな。うん、やろうな。やろうな。もともとそういうタイプ。そういうタイプやね。10期生になった子いた？見た？ショールーム。あんま見てない。うん、見てない。21時に公式何か発表があるみたいけどないやろね。確かに。楽しみ。ね、皆さん21時待機ですね。続報か。お楽しみに。え？池田天の来た。そう。リーゼントの池田天のがいる。え？天の。全然会えてない。泣くわ。天のとラジオします。そういえばジャンレディお便り待ってます。待ってます。天ピー。天のと私天ピーっていうね。めっちゃいい。でも誰も使ってくれへん。動く天ピー。そう。数学だ。ホノピーのグラビア解禁発表じゃないやって死ぬなわけ。ないそんな、もしやるとしてもそんな公式で発表ないやろ。リーチ待機まずしません。てんちゃん、てんのおてんてん、あどこ行った？おるまだ知らない。てんのコメントしてすぐいなくなっちゃったかもしれない。うわそういうやつ一番だるいって。ホノピーのところじゃんは来てない。てん、え、ほのぴんところは？てんのおらへん、たぶん。あ、おるよって。てんな、おでんな、て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 んな。ずっと見てるよ。怖。今日の公演4列目にしました。ありがとうございます。ここにね。てんなっておもろいよね。てんなマジでおもろい。なんかてんなのおもろい話あったら忘れた。てかさ、ここ。
の。ああ、もういいってそれ。あれやろ。あの、じゃあ、コッシーやん、それ。コッシーじゃないって。コッシーじゃない。これな。うん。それ、身内ネタすぎるって、普通に。ああ、え、動画出してないの？あれ、出せないの？出せないじゃん。出せないのかな。マジで天童の俺の動画あんねんけどな。めっちゃ見せたい。ほのぴーの。あ、白？天童じゃなくて。あ、じゃあ、天童の、天童のやってるやつじゃなくて。そう、天童のやつ。え、何って忘れてん、何って忘れてん、何後ろにいるよ、だって怖っ、怖っ。あの、聞いてよ、私さ、うん、またレジスタンスの衣装破った。どこ、ここ私、今日久々にレジスタンスやったんですね。で、リサビの途中に気づいた人おるかな、もしかしてこれ会場におった人おらんか、気づいてないか。リサビの途中でチャ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 脱いで、ここでビリって言ったわけ、まず。あ、やばい、やったってなって、自分の衣装、自分の衣装まあ自分の衣装、まあ、今テンナ着てる。あ、テンナごめん、また破いた衣装。もうテンナいるかな。そうで、それで、でも私、あ、お疲れ様です、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。で、私、おいだって。あ、YNN 見てる、近重さん見せつけてきた。あ、私、それで私、その新体制になる前の自分がレジスタンスやってた時、ずっとレジスタンスやってた時も破いてん、うん、で、その時は右のここが破けてん、ここの袖の腕とその衣装のつなぎ目がビリって破けて、それもしかもサビで破いてん、うん、まーい、袖サビで破いてん。で、今日はこっちの反対側の袖を破いた。え、あのブレザーの方、そう、ブレザー。じゃあ結構、え、だから多分な、会場にあった人多分見えてると思うねん。あの、だいぶ、あの、がっつり、しかもがっつりで、帰ってきて、衣装部屋帰ってきて、やばい、またやった、またやったかもしれません。また破いたかもしれません。結構がっつり音鳴るから、あれビリって言うの聞こえんもん、だって今日2回ビリってなったもん。タンクトップ鳴るやん、だって。え、そう、ギリギリ、ギリギリやで。てな、じゃあ次はタンクトップかも。ごめん、しかも私、肩を両方破いてるから。そのうち、両方ないよ、袖なし。そう、キリがいいからね、両方破ったら。ごめんね、てんな、衣装さんに塗ってもらいました、ごめんなさい、衣装さん、ごめんなさい、まあ、いつも2回目なんで、これ夏仕様。確かに夏仕様レジスタンスやめてや、だってなんでやろくんやろ、私別にさ、肩幅もそんな広い方じゃないね、うん、しかもあれ人の衣装じゃなくて私のサイズに合わせて作ってもらってる衣装や、うん、自分の衣装やから。やつもになんでやろくんやろ、なんでだろうね。なんでやろ。謎、七不思議の一つ。ダメなんやろ。もう衣装さんごめんなさい、もう衣装を2回も破いてしまうなんて、しかも反対側、申し訳ない。肩尖ってるのやって、肩尖ってはないんだ。あ、筋肉量が増えたんじゃないって。あ、ばあもう、あ、さよなら。うん、別にその最近今日久々にやったけど、ずっと出た時も破いてんねん。だからその去年も破いてんねん、私。うん、だから、どこ分かんない、確かに怖い、まあまあまあ、勢いが、勢いかな。ご飯食べた？え、お腹すいた。食べてない。 お寿司は食べたけど、お寿司ってお腹すくくない？うん、あ、かわいい子おる。あ、かわいい子いっぱい来た。バイバイ。かわいい子がいっぱい。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。テモデモの衣装は破く振りなくない？どこで破くとしたらどこかな。じゃあ、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 ビリここビリ、ここビリ、もしかして私がやったら破くかもしれん。ほのぴの衣装破くってことにやから、ここの脇の部分が破くんですね。え、見えてなかったかな、心配よ。映って、もしかしたら映ってるかもしれないね。もしかして12時過ぎたら DMM で確認してください、皆さん。見たい。え、まあ、どこで破ったんだっけ。2サビ、2サビやから、あの足落ちサビ前に後ろ向いてこうやってやるふりがあんねん、うん、お尻当てるふり、多分その時にここあの丸見え、ここ上げられてる。じゃあ皆さん、落ちサビ前見てください。一緒に確認しようね。昨日のナンバラ行ったら、ほのぴん美脚めっちゃ楽しかった。昨日めっちゃ楽しかった、ナンバラ。昨日もう大暴れ、私ナンバラで。そうなの、うん、ダジャレ言いまくり。言い合わせまくり。8番の子が西田ほのこさん、憧れの店内より体積少ないのに、誰やろ。見てなかったか分からん。ありがとう、ほのぴん細いよね。ありがとう。さっきラーメン食べた、ラーメン食べた、だって美味しそう。何ラーメン？え、ラーメン食べたい。服に遊びの部分って何？
全然オーディション見て見に行ったことちゃう。ホノピーのテモデモ見たいだって。え、絶対多分ないよ。多分ない。私身長あんまり高い方じゃない。158.9。158だったら高いんじゃない。え、158もある。あるよ。嘘だ。天が来た、天が来た、天が来た、天が来た。嬉しそう。ホノピーの流れ星が見たいやって。絶対嘘やん。あ、10期にもダジャレ有効いたって。あ、マジで？候補生に。ほんまか？醤油ラーメンいいな。流れ星とかさ、お腹空いてきた。リアピも絶対ないやん。ない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 。あるわけない。私たちは正直ないです。私だってゆうみさんに言われたもん。ホノピーの流れ星じゃないよ。キャラじゃないもんね。え、上位の子10万タワー飛んでるの前って。すごっ。天秤でやる流れ星。そんなわけないやろ。ごめん、天なガチでないで、多分。ほんまに。私はゆうべさんに言うんだよ、もうないって。あ、でもじゃあ皆さん、今日の声ありがとうございました。テナと私のルームスには男女読みしますね。テナと私の流れ星は戻ってます。流れ星、リスン上で2人で踊った方が。どうやって男女読み見えるんだ。後で見返す。ちょっと横画面にします。男女読みしたいの。昨日のナンバー楽しすぎた。ダジャレプレゼント。はい、いきます。握手会ダジャレってもらえますか。開けます。あげます。誕生日あげますよ。全然。13位からいきます。13位、ジュンヤさん、ありがとうございます。12位、アリスさん、ありがとうございます。11位、逃亡者 K さん、ありがとうございます。まず試合は始まってないですね。10位、私らは、てつくん、ありがとうございます。試合始まってない。終了とかじゃなくて、まず、マスオさん、ありがとうございます。そして8位さん、ギリギリさん、8位さん、8位ギリギリさん、ありがとうございます。7位ダイムミートさん、ありがとうございます。6位鉄宮さん、ありがとうございます。そして5位ひよこさん、ありがとうございます。4位テッシーさん、ありがとうございます。そして3位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして2位カルちゃん、ありがとうございます。そして1位よしぼうさん、ありがとうございます。はい、次の公演は5月6日です。今日の DMM 配信の最後にリサさんとゆきのさんの好きなところを言ってるので、あのぜひね、最後まで見てください。ゆるく配信してましたね。じゃあね、バイバーイ。じゃあ壇上にします。